今回建築学生を取っていただいたんですけども、はいはい、まあ、今までの仕事と少し、まあ、違った部分もしくは新しいなんか発見などがまあったのか、それともまあ普段通りだったのかな、そのあたり気づきがもしあったら。自分の作品にしろ、うん、あの仕事にしろ、はい、あのまあ、なるべくあのその人のなんか生っぽさというか、うん、あの その人らしいポートレートが撮れたらなっていつも思ってるので、それはまあもういつも通りといえばいつも通りでした、ね、なるべくその場で会った瞬間のもう本当その時にパッとこうあの決めるみたいなところが、それはもうあの作品だろうが仕事だろうが一緒で、その方がなんかその人らしさがこう出てくるっていうか、僕が最初にね、あの自分でこう考えていろいろ想定しちゃうと、あくまで僕の中の頭で描いたその人像になってしまうんですよね。でそれをなるべく僕は避けたいというか、うん、まあ、これからその笠井さんが撮った学生というのは社会に出ていくことになるんですけども、はい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 、何か今回も撮影をしたという、まあ、彼らの経験ができて、まあ、何を伝えたいというんですかね。僕がメッセージをっていうよりかは、はい、逆になんか僕がなんかいろいろその若い人から与えられたことの方が正直大きいっていうか、今の若い人の方がおとなしいのかなって僕なんか固定感思ったりとかしちゃってて、あでもね、ただ1回目の時え、こういうのやっていいですかとか、ああいうのやっていいですかとかつっていろいろこうなんかまあ悪ふざけのようでこう真剣にバカやるみたいな、あこういうのやるんだとか、うん、思ったりもしましたし、この企画、はい、を通じてそれがあの経験できてすごく良かったな。なるほどですね。建築家になるかどうかは別にして建築の方面に行こうと僕は思ってたので、うん、そのなんで建築と写真、建築やりながら写真になったかっていうので、それこそ建築って何に対しても理屈が必要じゃないですか。あの形に対してもちゃんとなんか説明をしなきゃいけない。写真ってそこから解放されたんですよね。だからね、それがこう うまくいいバランスでその学生時代はあったっていうか、写真ってどっちかっていうとものすごいあの個人的な事柄として成立できちゃうところもあるんで、うん、六本木に夜、うん、キャラメルっていうちょっとなんかアングラ的ななんかあの場所があって、展覧会もやってたんですよ。展覧会っていうかその店にいろいろあのアート作品をそのアーティスト若手のアーティストにその貸して展示もできるみたいな、そういう場所があって、僕はそこを最初常連として入ってたんだけど、ある時にそのたまたまその展覧会誰も展示してないタイミングがあって、うんうん、その時にその店長が、まあ何も展示してないのもつまんないから、うん、笠井君写真やってんだったら写真飾っといてよみたいな感じで、うん、あ分かりましたって言って写真をプリントして、うんうん、その深夜営業終わった後にこう飾ってたんですよ、うん、飾ってたらなんか何人かバーって入ってきて、俺がパッと見たらあれこれナンゴールディンだよなって思ったんですよね。僕その前にその東京都写真美術館っていうところで、うん、ナンゴールディンがあの誰かにぶん殴られてこうなんかもうあわざができたと自分のセルフポートレートで、それにすごい僕衝撃受けてなんかで覚えてたんですよ。その赤毛のその女の人はこの写真誰が撮ったのってこう指を指したんですよね。でもその時にあこの人写真の人だって確信したし、あこれナンゴールディンさんだなって俺は分かって、あそれ僕が撮りましたって言ってあなたナンゴールディンさんですよねって言ったらそうだってなって、ナンゴールディンとその瞬間会ってあなたは写真撮ってるのかって言われたからまあただの学生です、でも写真は大好きで、そのナンゴールディンも好きだし荒木信之さんとかも大好きなんですって言ったら、ナンゴールディンさんはその実は私は今回荒木信之とコラボをするコラボ作品をするために
来日してるんだって言うんですよ。あ、そうなんですねって言って、あなたが荒木信義が好きなら、あの荒木さんをここに連れてくる、なんかすごい気に入ってくれたんですよ、その写真を。なんかすごいいい、すごいいいって言って、モノクロだったんですけど、え、まさか来るのかなと思ったら、本当連れてきたんですよ。なんか人生の一個分岐点があるとしたら、その夜ですよね、多分。クマデザインワークスっていう、あのデザイン事務所の、坂野さんっていう人がいて、その人は2019年かなに他界したんですよ。伊藤豊さんとか磯崎新さんとか、まあ、いろんな人 の、 あの建築の模型の、いわゆるコンペで出すコンセプチャルな模型をあの作ってる人 で、 でその事務所が、吉祥寺にあったんですけど、僕そこでバイトしてたんですよ。その坂野さんっていうのがすごい面白い人で、あの僕がなんか大学でちょっと写真やり始めたんだよねって言ったらすごい興味持ってくれて、で、あ、どんなの好きなのとかいろいろこう話してて、あの写真集を買うと、あの持っていくと、あ、面白い面白いって言って、あげくその坂野さんはあの事務所に暗室作っちゃったんですよ。まあその4年間ずっとそこでバイトしてて、で、まあ、模型を作りながら、あの要はあの夜暗室使っていいよとかって言われて使ったりとかして、いよいよもうその卒業してそのバイトも辞めるって言った時に、その坂野さんは、あの君がいつかその写真家であの有名になってニューヨークで個展をするようなことがあったら俺見に行くからって言われたんですよ。だからもうお前は建築家じゃなくて写真家になるよって言われた感じがして、98年か、結構ね早々とニューヨークで個展をすることになっちゃったんです。そこに本当に来てくれたんです。なるほど。僕自身は写真はなんか目で撮るっていうより体で撮る、出るっていう感覚が大きくて、その行為自体ものすごく身体性のあるものだと僕は思っていて、こうなったらこう行くとかっていうなんかそういう癖ってものがあって、でそれは僕が頭の中でこう考えてることではなくて、どっちかっていうと体がこう動いていく感覚だと俺は思っていて、それに委ねて撮りたいっていうのが僕の中ではあるんですよね。うちの家系が、まあ、あの舞踏だったりダンスをやってたりっていうのがあって、おそらくなんかそういう身体みたいなことに対してはすごくこうなんかこう敏感に反応するじゃないけど、なんかちょっと親和性を感じるみたいなとこはあったんだと思うんですよ。もちろん新しいものを挑戦したいっていう気持ちって多分あの例えば物を作ってるとかその作家活動やってる人って、まあ、常にあると思うんだけど、あの一方でいや俺変わらないよみたいな、もう今までと一緒だよみたいな感覚も自分の中になんか持ち合わせてて、そのなんかせめぎ合いみたいなとこってあると思うんですよね。これもしかしたら建築にも言えることだと僕は思うんですけど、あの僕は写真をやっていてやっぱりもうおのずと年を重ねれば重ねていくほど写真も熟していくと思ってるですね。それはやっぱりあのその人生経験とか、まあ、偉そうなことは言わないですけども、でもあのそれこそ荒木さんだなんだ上の人の写真家見てると、なんかまだまだ上にはたくさんいろんな人がいるなって僕常に思ってるし、それってずっと20代から30代40代ずっともう並行してずっとそういうふうに思ってるから結局何も変わってないとこはあるんだけど、でもそれだけだときっとつまんないからなんかチャレンジもしなきゃいけないんだろうなとも思うし、それしかやらないんですよね。なんか、これやっぱなんか写真しかこれできないしなみたいなとこは正直ありますよね。